今日本当に皆さんに見ていただくのを楽しみで、後で感想を聞かせてください。どうも、今日は楽しんでいってください。よろしくお願いします。もう見ていただければ分かるように、今までにない、長谷川君殻を破りすぎた長谷川やりすぎて、ね、殻を破り何枚も破って、数5年ぐらいかかるところ、もうあたったの1秒で、破り捨てた。それをもうね、ぜひともご覧いただければと。凄まじい演技です、はい、ピュアな気持ちになりました。多分その志穂監督、これは僕の想像ですけど、まあ、小学校とか中学校時代、おそらくクラスの委員長かなんかやってて、それで物を大事にしない子がいたりなんかすると、物を大事にしろよって成功法で向かって言うタイプの少年だったんじゃないかなっていうことを類推させるほど、なんかピュアな気持ちになりました。で、多分言われた方はうぜえなおめえとかなんとかって、今逆の方の立場になってますけどね。でもそういう感じの、なんか優しいっていうかピュアな、いじめやめろよみたいなね、何やってんだよいじめて、そういう感じがしたんですよ。西田さんは西田さんの俳優人生の中でも結構辛い方の経験をされたんではないかと推測しております。というのも、まあ、見ていただければ分かると思いますが、まあ、人間が一人もいない世界ですから、もう僕見てる方も辛そうだなと。だからたまに長谷川君とかに来てもらわないとと思って呼んで、彼、長谷川君出る日ではないんですけど、来てもらって西田さんの会話をしに話し相手になってほしいと、そういうふうに呼んだりもしました。はい、ご配慮ありがとうございます。人形をこう使って、あ、ね、それが、うん、僕は人形で、動かしてるんで、うん、そういうシーンが、そうです、劇中人形が出てきたら、うん、どれが長谷川君を動かしてるのかなって想像してみてください。いや、それでもね、人形の時も監督の奥さんがやっぱり手伝いに来てて、上と下の方に潜ってこうやって人形操作してるんだけど、2人でもアイコンタクト取りまくりだもの。あら、もう中に入れない、中入るとビビッとこうなんか焦げちゃいそうな。西田さんにご紹介されてる時に僕見てて、うん、そしたら西田さんがいやー妙齢の素敵な女性だなっていう、その妙齢の素敵な女性だなっていう言い方がすごく僕印象残ってるんですよね。うん、後で知ったんですよ、奥さんだってことをね。うん、まずはラブ&ピースって言ってみれば。あ、そうですね、じゃあラブ&ピースって言って、はい、Love and Peace って感じ。あ、ちょっと早いかもしれない。早いですか、うん、すいません。それだと And Peace 言いづらいから。あ、そうかそうか、うん、じゃあちょっと切った方がいいね、うん、Love and Peace みたいな感じ。あ、いいね。じゃあいきます。 Love and Peace。 わーわー、皆さん携帯で撮っちゃっていいね、いいんで、どんどん撮っちゃって、その代わり拡散してください。たくさん、いろんなところに拡散してください。どんどん、いろんなところで写真を使っちゃってください。使ってください。